ある方が礼拝の少し前に来られました。初めての方でした。声をかけたんですね。初めてですか？反応がおかしいんですよ。なんかこっちの言ってる言葉が伝わってない。あれ？もしかしてと思って、中国の方だったんです。中国語に変換して、そして何を知りたいですか？聞いたんです。聖書のことを教えてください。あ、そら無理やと思ったんです。普段だったらね、日本語だったらね、喜んで、もう牧師ですからどこから話してほしいですか。でも日本語が全くわからない。うちの教会にはですね、幸いにして、まあ、中国の方がおられたんですよ。でその方に話してもらって、そして礼拝に出られたんです。通訳してくださる方も、まあ、通訳ができるほど日本語が上手じゃないんです。だから、礼拝の後にちょっと分かち合いをして、そして、まあ、中国語で母語で祈る。でもそれでも毎週礼拝に来るんです。もっと驚くことに、うちの教会は水曜日に祈祷会をしてるんです。彼女は祈祷会にも来るんです。礼拝の時には中国の方が 2,3 人いるんです。で 3,4 人ぐらいの方々と一緒に祈ったりするんですね。そのために来てるんだなと思うんですけど、水曜日の祈祷会は本当に人数が少なくって、中国が分かる人は誰一人いないんです。でも彼女はそういう集会だと分かってて、でも来るんですね。なんで彼女はそうやって来るんだろうって聞くとですね、それは私は神様に会いに来ている、神様を礼拝するためにここに来ているんだ。その姿を見てですね、私は礼拝って何なんだろうって思わされるんですね。礼拝の最初から最後まで自分が分かる言葉が話されることがないんです。でもそれでも神と一つになるんだ、神と交わるために行くんだ。なんかその姿を見てですね、本当に教えられました。言葉以上に私たちをつなぐものがある、そこには確かにあるんだということです。同じ聖霊様がいてくださるならば、言葉が通じなくても分かり合える部分があるんだということです。私たちは主イエスキリストを信じる信仰によって一つとされる。だから今日も私たちはここに一つとされるためにいるわけです。同じ神をあがめ、同じ主イエスキリストによって救われ、同じ聖霊様をうちに抱いて、私たちも互いに一つとなるように熱心にそのことを求めていかなければならない。そこに心を注げ。そうしないと私たちは別れちゃうよ。熱心に一致を保たないと一致はできないんです。それぞれの常識やそれぞれの価値観が、同じイエス様信じてるって言っても違うんです。だからこそ一致を保っていく。神様のメシは私たちが本当の意味で一つとなっていくことなんです。